明日は北日本や北陸を中心に雨が降りそうです。内藤さん、強まることもありそうでしょうか。はい、強まるところありそうなんですね。その前にまず今夜から明日の朝は西日本、はい、そして明日の日中は北陸から北日本ということになりそうです、はい、予想天気図見てみましょう。今夜9時の予想気圧配置です。日本海の北西部に、低気圧が発生し、そしてそこから伸びる寒冷前線が西日本の、北の海上に伸びてきます。これがですね、明日の朝にかけて西日本を通過し、そして明日の日中は低気圧発達しながら北陸から北海道方面を通過する見込みとなっています、はい。これに伴いまして、上空5500メートル付近で見ますと氷点下30度前後のこの時期としては強い寒気が、西日本の日本海側、そして、北陸北日本方面を通過していく見込みです、このため大気の状態が非常に不安定になるところがありそうでして、落雷や突風を伴って、1時間に20ミリ前後の強い雨、20ミリから30ミリ程度の強い雨の降るところがありそうです。こちら今夜23時頃の予想なんですけれども、はい、九州北部や山陰方面で雨雲が発達しながら東進していきます。明朝までに山陰を中心に通過して、明日の朝は北陸、そして明日の午後は東北北部から北海道日本海側を中心に通過をしていく見込みとなっています、はい。これに伴ってですね、発雷の確率も大幅に上がる場所があります、今日の深夜以降山陰エリア、そして明日北陸エリア、そして明日の午後は東北地方など、この方面では落雷や突風を伴う短時間の強い雨に注意をしていただきたいと思います、はい。沿岸海上ではですね、瞬間的に20メートルを超えるような強い風、場合によってはさらに強い風が吹く可能性もありますのでね、落雷突風十分お気をつけいただきたいと思います、はい。今夜から明日の雨についてお伝えしていきました。最新の気象情報はアプリウェザーニュースからご確認いただけます。週末のお天気、寒さについて詳しく見ていきます。週末関東から西では年末並みの寒さとなりそうですね、はい。今日明日は暖かいんですけれども、この週末は急に気温が低くなりそうなんですね、うん、はい。それというのも冬型の気圧配置が強まるためなんですけれども、うん、ちょっと週間の天気図を見ていきましょう。そうしますと、明日23日は日本の北を前線を伴った低気圧が進みまして、はい、この低気圧に向かって南から湿った暖かい空気が入るためにまだ気温高いんですけれども、うん、24日になりますとこの低気圧が東海上に抜けた後、日本付近は強い西高東低の冬型の気圧配置になります、うん。そして寒気のピークはこの25日になりそうなんですけれども、この日は、この冬、もう冬って言っていいのかな、初冬、立冬過ぎてますから、この冬一番の強い寒気が日本付近に南下する見込みです、うん。で、気温の予想をちょっと見ていきますとね、このように25日を見ますと札幌で最高気温が氷点下1度の真冬日、そして東京でも最低気温が7度、26日にかけて最低気温はさらに下がりそうですね。金沢でも25日が最低気温が3度、最高気温が8度ということで、一気に季節が3ヶ月ぐらい真冬に向かって進むというような気温の変化になりそうなんですけれども、これをちょっと地点ごとにこの気温の変化をグラフで見てみたんですけれども、まずこちらが東京になります、今日22日から23日明日、そして24日あさってにかけて今日と同じか少し気温むしろ上がる予想なんですね。低気圧に向かって南からの湿った空気が入るということと、関東地方というのは気温の変化というのは少し他の地域よりも1日遅れることが多いんですよ、周りに山があるために。なので24日までまだ気温が高め、最低気温最高気温ともに高くなるんですけれども、25日から26日にかけてはこのようにガクンと気温が下がります、このあたりですね、特に26日の朝はかなり気温が下がりそうで、おそらく最低気温が5度、場合によってはそれを下回る可能性があります。
東京都心で5度の最低気温になりますと、郊外では1度から0度以下のところがありそうなので、関東地方でも南部でもね、初氷や初霜というところがたくさん出てきそうです。でこの24日から比べるとどうでしょうかね。これだいたい5度6個もっとかな、最高気温で比べますと約10度近く下がるように見えますね。はい、なので急に気温が下がります。そして次金沢なんですけれども、金沢を見ていきますと、やはり25日の土曜日に気温が下がる予想です。でこの最高気温の予想がこれ8度ということです。最低気温がまあこれ見ますと3度から4度ぐらいでしょうか。このあたりですね、最高気温はこのあたりで一番低くなりますね。最低気温は26日の朝だと思いますけれども、まあ、3度ぐらいということなんですけれども、実は金沢は天気が悪いんですよ。日本海側ですから25日強い冬型の気圧配置に伴って今のところ雨が予想されているんですけれども、これだけ気温が下がって雲が発達する中で強い雨雲がかかりますと、雷やあられの可能性がありますし、最も強い雲がかかった場合には雪が急に雪になる可能性があります。北陸西部でも雪になる可能性がありますので、今後の情報に注意をしていただければと思います。はい、最新の気象情報であったり服装予報についてはお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。ここまでは飯島さんにこの週末の気温についてね、詳しく解説していただきました。この24日以降ぐっと気温下がるところが多くなっていますので、皆さん本当に最近どうです？もう